おはようございます。なんかね、昨日とは全然違くて、うわ、すごい猪苗代湖、うわーっと、こっちが磐梯山ですね。5時45分。改めましておはようございます。磐梯山がね、ずっと上の方雲がかかってますね。ちょっとそれが残念。これがね、昔使われてた多分リフトの跡じゃないかなと思うんですよね。うちの車と誰のか分かんないバイクで、うちのテントですね。もう西風、あと北風、とんでもなかったんで、ちょっとそれを避けるように変則的に張ってます。昨日大活躍の七輪、結局こういう大掛かりな椅子とかは使わなかったですね。で、こちらがですね、テントサイト、どこ貼ってもいいんですけど、これが炊事棟ですね。ちょっと僕行ってないんで、どうなんだか分かんないけど、中央のサークルが、ここで要は焚き火とか、キャンプファイヤーやるというようなところですね。こうね、見ていただいたら分かると思うんですけど、平らなところがね、水平取れるところが3箇所ぐらいしかないんですよね。あとはどっかしらこう斜めってるんですが、ただこれ綺麗な芝生のサイトなんで、多分多少の斜めでも我慢できちゃう感じですね。朝日がね、いいっすね。素晴らしい。このペンタもですね、昨日多分ね、一番強い時は風速15ぐらい、15から上行ってた、瞬間的には風速20ぐらい来たと思うんですけど、見事に、北側からのね、こっちからの風、うまい具合に逃がしてくれましたね。あとアメニティドームのこれは S、 一番ちっちゃいやつです。もう子供が大きくなってですね、ファミリーキャンプもうやらないもんですからね。バイクツーリング用に以前ツーリングドーム ST っていうのをコールマンの、買ってしばらく使ってたんですけど、バイクキャンプも最近50超えてからですね、ちょっと辛くなってきて、去年一昨年かな、これアメニティドームを買ったんですよね。で、今日ね、3針、4針目ぐらいかな、だけど、感想はですね、非常に、僕の考えはですね、居住性よりも風に対して強いかとか、あとはそんなのがメインなんですけど、昨日ちょうどよくすごい暴風に近いものが吹いてきたんで、非常によく耐えてくれてますね。形がですね、完全なドーム型というよりかはですね、前室が張り出した変形ドーム型なんで、ちょっと風にはどうかなと思いました。いろんな突起物もありますしね。ただそこそこ静かに
寝ることができました。まあ、おとっつぁんとおっかさんで使う分にはまあちょうどいいかなという大きさです。ペンタはですね、先ほど言った通りまあ、風よけで張ってるのとですね、もう荷物置きですね。で、入りやすいようにですね、普通支柱をですね、151本なんですけど、ちょっと他メーカーの、120、140ぐらいかな、ポールをですね、これよくやる人いるんですけど、ここバッテン で中央から入りやすいようにしてます。非常にいい荷物置きになってます。できました。まあ箸はいいとして、これコーンスープ、やっぱ朝ね、あとこれは何、マーガリンパン、うん、いちごマーガリン、いちごマーガリンとツナマヨ、ツナマヨが入ってます。ちょっと崩れちゃったハムエッグと残りのハム、いただきます。あ、ね、慣れてる人なんかもしれないけど、うん、慣れてるわ、どこにいたんかと思うとさ、怖くってさ。ごちそうさまでした、うん、はい、撤収終わりです。8時ちょい前ですね。
カウママがゴミを捨てないか確認してます。大丈夫そうですね。じゃあどうか適当に寄り道しながら宇都宮に戻ります。